会社名は株式会社糸田ネームと言います。創業年数は1969年に創業しましたので今年で53年目になります。社員数は62名今現在おります。株式会社糸田ネームの方では衣類関係の二次加工をメインにやっております。刺繍であったりシルクプリント、それから、圧着プレス、それと UJF という、機械があるんですけども、そういったものであったり消火印刷、のぼりであったり旗であったり、そういったものを加工しております。我々ものづくりの会社ですので、やはり製造元というものがやはり自社の強みでもあるかなと思います。自分のところで、お客さんのニーズにどれぐらいこうマッチできるものができるのか、やはりそこを工場それから営業とで話し合いをして、最初はもうイメージ空想ですよね。そこからお客さんの理想に近づけたものを形にするという、この部分がやっぱりやりがいでもあるのかなというふうに感じています。糸田ネームでは、1枚からの商品もあるんですけども、小口から大口物件まで幅広い商品を取り扱っています。1枚からでも1個からでも受注をすることが可能です。でお客様のイメージがあると思うんですけども、それをこう具現化するような形でオリジナルの商品を作ることが可能になってます。商品のお取り寄せからデザインの作成、それで加工に至るまで、すべて一つのこの製造の一つの建物ですべてを補うことができる、それがやっぱり一つの強みかなというふうに自分は思ってます。やっぱり自分が携わった中で一番印象に残っているのは、全国ネットのテレビの中継で行われるような大きな格闘技の試合等で選手が使用するトランクスの刺繍をしたことがあるんですけども、それを実際に自分でテレビで自分を見たときに、やっぱりそれ やりがいっていうものをすごく感じたっていうのはすごく印象に残ってます。糸田ネームはですね、お客様 のイメージを具現化することができますので、こういう商品作りたいなとか思っているようなものがあれば、ぜひ糸田ネームの方に寄ってきていただければ、お客様がイメージしている以上の商品をご提供することができますので、もし糸田ネームの方で働きたいと思われている若者の方がいれば、一緒にものづくりに携わっていきましょう。やっぱり今ウィズコロナっていう言葉もあるように、どうしても共存していかないといけない状況下にもなるのかなというふうに察しています。その中でやはり自社でできる取り組みとすると、やはり今までその外注先と協力をさせてもらってたんですけども、そちらの商品をより自社内社内で内製化をするっていう試み、事業再構築というか、そういったことも考えながら進めていこうと思っておりますし、新しい事業への挑戦、こちらも視野に入れて今進めていこうと考えております。なるべく自社でできる努力、こちらを、進めさせていただきながら頑張ろうと思っております。今回ご紹介した企業のほかに、もっと大分市の産業を支えるものづくり企業を知りたいという方は、ウェブ版の大分ものづくり企業ガイドブックを検索。